こんにちは、ドープノーズです。今日はガンバ大阪移籍情報2022-2023やっていこうと思います。ではまず一つ目の話題、契約満了選手についてです。11月8日にシウバとパトの契約満了が発表されました。公式から出る移籍情報の最初がこれだったので驚いた人も多かったのではないかなと思います。正直自分もびっくりしました。2014年にやってきて、その年の三冠、翌年の天皇杯優勝、そして今年の残留、パトリックなしじゃ絶対達成できていなかったと思います。本人からも少し驚いたようなコメントがありましたし、ガンバで引退してほしかったですが、世代交代やパト依存脱却などの理由で契約満了という形になったのではないかなと思います。今後どうなるか分かりませんが、応援したいと思える選手でしたね。息子のフェリペ君には父親を超えるぐらいの活躍を期待します。シウバはなかなか出場機会に恵まれず、出場すればドリブルなどでワクワクするプレーをしてくれましたが、契約満了になってしまいました。新天地での活躍を期待しています。そして11月11日、ペレイラと加藤、安田コーチの契約満了が発表されました。加入してからも東口、市森、石川の次の4番手となっていて、あまり出場できておらず契約満了という形になりました。まだ25歳なので新天地でも活躍してほしいですね。ペレイラは2021年に前年得点ランキング3位でやってきて、それと同等の活躍はできませんでしたが、今年の終盤戦ではプレスに行く姿などもあり、残ってほしいという声もありましたが、契約満了となりました。これからも応援したいと思います。安田コーチは今年ヘッドコーチに就任しましたが、開幕からあまりいい戦いはできず契約満了になりました。豊富な経験を生かして新天地でも頑張ってほしいと思います。二つ目の話題は放出についてです。現在公式からは何も出ていませんが、噂だったりは出ているので、そのことについて少し話していこうと思います。ズバリその選手は庄司源です。鹿島アントラーズが獲得を目指しているとの報道がありました。サポーターからすれば絶対に放出したくないですが、まだ進展状況何もわからないので、これからの報道次第というとこでしょうか。今現在のガンバの放出関連はこれのみです。では3つ目の話題へ行きましょう。3つ目の話題は獲得についてです。まずレンタル関係から行きますと、現在湘南ベルマーレへレンタルしている谷晃生ですが、復帰報道が出ました。東口が36歳ということも考えると、世代交代の時期なので公務に出すなどするのかなぁと思っています。そしてレンタル加入中の斉藤ダワンについてですが、どちらも完全移籍での獲得を目指しているとのことです。2人とも今のガンバに必要な選手なので獲得してほしいなと思います。そして新加入選手について、今噂が上がっているのは半田陸選手です。神戸との争奪戦になりそうとのことですが、10月くらいにはローマからもオファーされていましたが、どうなるか見ものです。簡単に彼のことを説明すると、2002年1月1日生まれの20歳で、2019年からモンペリオ山形でプレーしている選手です。身長176cmのディフェンダーで、主に右サイドバックでプレーしています。各年代の日本代表にも選出されています。4つ目の話題は監督についてです。松田監督を続投するという報道もありましたが、名前が挙がっているのが現在徳島ヴォルティスの監督をしているスペイン人のダニエル・ポヤトス監督です。4-3-3 のフォーメーションを使い、ボールを保持するスタイルのサッカーをします。今年の徳島ヴォルティスは13勝6敗23分けと、敗戦こそ A2 で一番少ないですが、引き分けがかなり目立つ印象です。いかがだったでしょうか。放出ばかり出ていて少し焦っている人もいると思いますが、
毎年ガンバはこうなので、1月後半ぐらいまでを楽しみましょう。もしよければチャンネル登録、高評価お願いします。Twitter フォロー、コメントしてくれると嬉しいです。Twitter でか金土日投稿すると言ったのですが、もしかしたら投稿できない日が出てくるかもしれないのでご了承ください。ではまた。